盆東線、盆東線、分断線は、大韓民国ソウル特別市上東区にある、上り重利駅から、京畿道水原市発達区にある、水原駅を結ぶ、韓国鉄道公社、カーイルの鉄道路線である。ラインカラーは黄色。元は、ソウル特別市内から、城南市にある盆東新都市までを結ぶ路線として、建設された路線で、全区間でワンマン運転を実施している。 世界的に珍しい交流電化の地下鉄で、他のカーイルの路線と同じく左側通行である。本来は、盆東、青霧里から大十里間の同時開通を予定していたが、湖南区内の工事計画が大幅に遅れたため、青霧里水彩間が先行を開業した。そのため、開業から2012年までは、カーイルの他路線との接続がない飛び地路線となっていた。 1995年に、占領水彩館の工事は開始されたが、上り十里、占領館は無期限延期となった。占領水彩館の開通予定は、当初1998年、上り十里、占領館の開通予定は2002年であったが、結局占領水彩館は2003年に開通しており、上り十里、占領館は2004年に一方遅れて着工され、 2012年10月6日に開通した。また、これとは別に、本東区以南の竜飛都市市の開発による需要の増加に備えるために、竜飛都市市水泳抱く器教区を経て、水原駅までの路線延長が計画された。青切里水原間の内宝経営駅は2004年11月26日に、竹田駅は2007年12月24日に開業。 宇都和京までの延伸区間は2011年12月28日に開通し、宝亭駅は車両基地内の地上駅から地下駅に移転された。宇都和京マイナスモウラは2012年12月1日に開通し、最後の網浦水原間は2013年11月30日に開通した。2018年12月には水原駅に接続する。 水神線との直通運転が開始される予定である。上りは武田行と大十里行があり、下りは武田行と水原港がある。運行系統は次の通りである。深夜終電の時間帯に中間駅に留置される列車はなく、すべて武田駅到着後に車両基地に入庫する。水原駅発の急行列車は平日朝ラッシュ時に 上り十里発の急行列車は、平日の夕ラッシュ時に、それぞれ本運行されており、上り十里武田までの各駅と、器橋、見浦、水原市町、水原に停車する。ホームの有効町は、上り十里、線量は小切里間は十両、それ以外の駅は八両分の長さがあるが、現在本当線のすべての電車は一編成六両で、運行している。 最初の開業区間である水彩青切、佐藤間は全区間が地下に建設されたが、コスト削減のため、同床をバラスト軌道ではなく、スラブ軌道で付設された。そのため、列車走行時の騒音が大きくなり、音がトンネル内で反響する状態となった。さらに線路が激しく摩耗され、溶接も不良だったため騒音はさらに拡大し、本頭線は騒音線と、 揶揄されるなど批判を受けた。この騒音は、車内で会話の声がよく聞こえなかったり、前の駅で列車の発車音が聞こえるほどの状態であり、開通初期には騒音が100デシベルを記録するほどで、当時の鉄道庁に多くの苦情が寄せられた。その後対策として、ホームにフルスクリーンタイプのホームドアを設置したり、 車両の VVVF インバータを東芝製 G とトを唐う進む3電製イベットに交換したり新型車両を導入したことにより騒音がある程度減少した一時期同じく新都市ニュータウンへ向かう路線の人山製や香川線と共に赤字経営であり需要予測に問題があったと指摘された1997年当時鉄道庁が保有する波手川線 盆東線、一山線の赤字規模は、それぞれ二百二十三億三千七百万ウォン、百八十八億五千万ウォン、百二十四億四千四百万ウォンだった。盆東線は、京畿道場南市の住民が、ソウル特別市にアクセスするために計画された、広域電鉄である。しかし、最初に、ソウル特別市の郊外にある水彩から、青切里,里までを、 部分開通ししたたため問題が発生した開業当初は、当時の盆頭線の始発駅である水彩で3号線へ乗り換えることによりソウルの都心へアクセスが可能だった。ところが、当時の3号線の方面案内標識に青切里の表示があったために、一部利用者が3号線と盆頭線が直通していると誤解し、江南、盆頭新都市のマンションの分譲広告でも、 そのようなご表記があったため、利用者の混乱を招くこととなった。この背景には、当時のラインカラーが3号線、盆頭線ともに同じ大々色を使用していたということもある。この事態は、盆頭線が2003年に線量まで延伸するまで続いた。1996年に8号線が開通し、福井駅から8号線に、 乗り換えが可能になることにより利用者が多少増加したが、盆頭線はバイパスの役割を兼ねていることもあり、一部遠回りしているため、盆頭地区からソウル中心部への最短アクセスルートではなかった。このため、城南市からソウル中心部に行くときは、盆頭線より広域バスを利用する方が時間の面で遥か有利であった。これらの問題点を克服するために、 本島線とは別に、ボン島と港南地域、港北の中心地域を直通でさらに迅速に接続することができるアラボン島線が民間資本事業として推進され、現在第1段階区間が完成し、2.3段階の区間は建設中である。アラボン島線は、ボン島の近くに新たに開発されたの、交通対策とも連携して建設されている。アラボン 当線は既存の盆東線に比べて表低速度が2倍程度速い。こうして盆東区の停止駅から港南駅にアクセスするのにかかる時間が40分から16分と大幅に短縮された。当初、港南区内の道谷水彩館には途中の伊津院道と平家浦道に一駅ずつ中間駅を設置する予定だった。これは付近は商業地域でもない上に 集客効果を誘発するほどの要素もないと判断されたらである。しかし交通影響評価で、この区間に駅を追加しても大きな問題はないことが発表されると、港南区側は駅を増設することを要求し、鉄道庁がこの要望に対応した。最終的に、この区間には、大母山入口駅、海浦道駅のほか、急流駅を新設することに決まり、急流駅は、 路線開通から1年遅れて完成し、営業を開始した。しかし、これにより3つの駅は、駅間距離が近くなり、前後駅に停車した列車の姿が見えたり、各駅の周辺案内図にも3つの駅が、確認できるほどの状態となった。また、急流駅付近で路線が急カーブを描いていることも、あり、この区間の列車の表低速度も、時速3 3 0 k と、 水彩宝定観、時速 39.5km に比べて遅くなった。2006年の統計で3駅の中で一番利用されている海浦道駅より1日の利用客が少ない駅は大母、山入口駅と九龍駅を抜いて35カ所しかない。このため時間とエネルギー、税金などの無駄遣いという批判があるが、これは駅間の所要時間が非常に短く。 他の交通手段が十分にあるのにもかかわらず地域の要望で建設されたため利用する人が非常に少ないという現実が反映されたものである。本東線の2期区間の工事が行われる時点で城南市本東区にバイドの住民が小駅の当駅の距離が長く本島線の利用が不便だという理由を挙げて駅の新設を継続的に求めた結果鉄道庁側は 要求を受け入れ、未倍駅を2000年を3月に着工し、2004年1月16日に開業させた。城南市でも、城南市町の新庁舎、樹育太平二道から中野インクレース移動に移転の建設前からボタンの当館に複数回、新駅を誘致するために関連機関との業務協議をしたが、区間の勾配、トンネル工法などの技術的な問題で駅の追加が、 難しいという意見が出ており、今でも着工すらない。当時の終点だった青切里駅と車両基地のの距離はおよそ 2.5km とかなり離れていた。当時、途中の武田駅は未開業だったため、本島線の利用に不便を訴えていた、隆仁氏、釧路ゆ宝帝里、現、器京区宝堂の住民の要望により、隆仁氏に、 総額54億ウォンの建設費用のうち49億5000万ウォンを負担させ、本島車両事業所に隣接する形で、宝帝駅臨時ホームを設置し、営業を開始した。本来、宝帝駅は、武田駅が開通すれば廃止される予定であったが、住民の要望により、武田駅開業後も営業を続けた。しかし、2011年10月28日に開通した。 アラボン、東線の車両を収容するため等の理由で、ボン島車両事業所を拡張することになったため、竹田大気協会延長開通とともに、臨時駅舎を廃止し、300メートルほど南側の地下に、宝帝駅を移転した。最初の開業区間であるボン島線の水彩青切り、佐渡間では、全区間が地下に建設されるため厳格な管理が必要だったにも、かかわらず、 鉄道庁は厳格な管理をしていなかったため、手抜き工事が進められて、問題となった。同様に、人山線、香川線などでも、このような問題が発見された。第一の問題は、トンネルのコンクリートの手抜き工事である。壁面が非常にろく、あちこちで水漏れなどの問題が発生するようになった。第二の問題は、鉄道庁の不良管理である。 本島線の建設当時、ダイナマイトを用いた掘作を行った。本来、葉っぱ時には、警察や火薬の専門家の厳格な管理が必要だったが、実際の工事では、火薬の専門家でない一般の建設業者が直接、葉っぱまで行うなど、大事故につながりかねない作業が行われていた。他にも、3メートル建ての鉄筋を使用するところで2メートル鉄筋と1メートル鉄筋を、 組み合わせて使用していたり、測定をでたらめにいった結果、一部でトンネルの形が歪んでいたなどの問題が発覚している。2009年2月20日、本東線の二大海区間、線量水彩間で軌道の横の部分のコンクリートに深刻な亀裂が発生したことが確認された。線量半期間だけでも40以上の亀裂が発生し、 そのうちの大きいものは7メートルを超えるものもあった。問題が発生した原因は、盆頭線のコンクリート試行法が初めて試みられたために試行錯誤でい,い、韓国鉄道技術公社による不適切な枕木の設計をしたためだと分かった。区間内の排水口から流れる水が枕木に流入しないように膨張剤を使用したが、この膨張剤が水を吸収したため膨張し、 コンクリートにひび割れが発生した。鉄道施設公団は、運行には問題がないと、問題が発生した区間のみの緊急措置を取ったが、まだ安全性を確保することが来ない状態である。本島線は一段階区間工事時にも手抜き工事が行われており、二段階区間でも問題が発見され、後に延長された区間にも、このような問題が発生する可能性があるとして憂慮されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。